1号艇上条信孝選手です。輸出おめでとうございます。ありがとうございます。モーター33号機手応えはここまでいかがですか？まあ、ターン周りはすごくいい方だと思いますけど、はい、伸びはまあ普通ぐらいですかね、うん。はい、昨日の準優勝戦を振り返るとあった状態でいけたんでしょうか？そうですね、スタートもバッチリでしたし、1コーナーのかかりもすごい良かったんで、昨日はしっかりターンできました。ではこの優勝戦に向けて何か求めたいなというのも大きなことはなさそうですか？そうですね、大きくする予定はないです。この現在のモーターに対して不安もなさそうですか？うん、スタートだけですね、うん。あと、まあ、しっかり、初動がかかってくれたら大丈夫かなと思います。リラックスして臨めていますか？はい、大丈夫です。わかりました。では優勝戦に向けてファンの皆様に意気込みをお願いします。はい、精一杯頑張ります。よろしくください。2号艇石塚久也選手です。よろしくお願いします。はい、こんばんは。ここまで5勝されていますが、手応えの方はどうなんですか？まあ、たまたまいい着取れてると思います。それはこう船足の裏付けっていうのはどうなんでしょうか？まあ、良かったり悪かったり、体感はいい時と悪い時結構あるんですけど、うん。はい、いい時にはどういう良さがありますか？まあ、出足も伸びも全部いい時はありますけど、うん。スタートの見え方の方はどうですか？まあ、遅れない程度に行きたいと思いますけど、遅れたらすいません。あとはこの2号艇どういったイメージでいきましょうか？刺すかまくるかどっちかだと思うんで、刺すかまくるかまくられるかどれかだと思います。はい、楽しみに見ていきたいと思います。ではファンの皆様にメッセージをお願いします。優勝できるように頑張ります。3号艇権藤利光選手です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。モーター63号機前節の枝尾選手は何もしなくてもいいというそういうお話だったんですが、権藤選手は今節どうでした？そうですね、もう回転調整するぐらいで僕もほとんど触らない状態だったんですけど、はい。そして昨日は準優勝戦で新しいプロペラ新ペラに変わりました。そのあたりの調整はどうだったんでしょう？もう新ペラになったんで自分の形でと思ったんですけど、まあ、ちょっともらった状態よりかはだいぶ伸びの部分ではちょっと足落ちはしてるかなと思うんですけど、周り足手足は、まあ、モーターがいいと思うんで、その辺は力強いと思います。今節はスタートの見え方はどうでしょうか？あんまよく分かってないです、はい。あとはこの気流水面乗り心地の方はどうでしょう？乗り心地はいいです。はい、わかりました。それでは優勝戦に向けてゲストの皆様に意気込みをお願いします。はい、優勝目指して頑張りたいと思います。よろしくお願いします。4号艇若林翔選手です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。船券絡みが続いていますが、これはモーターの手応えどうですか？4日目5日目ぐらいからだいぶ底上げできていると思います。今現状気に入っている船足っていうのはどうでしょうか？多分今出足よりもちょっと行き足の方がいいかなと思います。それはこうスタートのしやすさっていうのはつながっていますか？はい、では勘通りのスタートも行けていてこのタイミングなんですか？そうですね、ではこの4号艇どう行きましょう？まあ、4号艇なんで角からダッシュのスタートを効かせて、内側にプレッシャーを与えられたらいいなと思います。しっかり行きたいところに行ける船足もあるんですね。はい、わかりました。ではゲストの皆様に意気込みをお願いします。はい、しっかりスタート行って、優勝できる頑張ります。お願いします。5号艇野村誠選手です。よろしくお願いします。はい、よろしくします。これまで会えばこの足がいいっていうのは何かこう分かってきたんですか？いや、特に足は意識してないです。それはもう体幹の部分を重視していきたいな、はい、ということなんですね。はい、普段の気流でもそういう調整なんですか？はい、では今日の優勝戦に向けてはどうしましょう？回転を抑える方向で、はい、一着狙って走ります。気に入っている足とか人と比べてここがいいっていうのはどうですか？そうですね、もう足は意識しないでやってます。わかりました。あとは今節スタートの見え方どうですか？ちょっといけてないので、はい、今日は頑張ります。頑張ってください。ではゲストの皆様に意気込みをお願いします。はい、優勝できるように頑張ります。応援よろしくします。6号艇牧浩二選手です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。今節はモーターの手応えはどうだったんですか？前傾からいいエンジンかなと思いました。はい、特に気に入っている部分っていうのはありましたか？まあ、ここがいいっていうのは感じないんですけど、バランスよくピット離れからスタートもしやすくていいと思います。スタートの見え方の方はどうですか？スタートは難しいです。全速で思い切っていけないですね、なかなか。そうですか。ここまでではこうバチッとあったっていうのはなかなか。そうですね、昨日の準優も自分としては2秒前に確認したときに、もうこのままだと切っちゃうギリギリいっちゃうかなと思って結果見たら13だったんで、
ちょっと見え方が合ってないですね。そうだったんですね。6号艇です、リラックスして臨めそうですか。そうですね、はい、わかりました。ではゲストの皆様にメッセージをお願いします。はい、一生懸命走ります。応援してください。お願いします。